皆さんにご報告。なんと私リップには彼氏ができたのです。その彼氏はケイタくんです。だけど最近ちょっとケイタくんの様子がおかしいのです。すごくさ、やきもち焼いてくるというか、束縛もやばいというか。リップちゃん、何してんの？ケイタくん、俺がリップを見つけるのにどれだけ時間かかったと思ってるの？心配したよ。何してるの？いや、ケイタくんとのさ、写真を見てただけだよ。そっか、じゃあいいんだけど、俺の前から黙って消えないでね。よし、そろそろご飯だから食べよう。ほら、おいで、俺の可愛いリップちゃん。あ、今の通り少しでも離れると異常に心配してくるんだよな。そしてどこかちょっと怖い。リップ、はいどうぞ。リップが大好きなものばっかり用意したんだよ。全部食べてくれるよね？うわー、めちゃくちゃ美味しそう。ありがとう、ケイタくん。じゃあ早速食べようよ。はい、いただきます。ってケイタくん、隣座るの？8人掛けのテーブルでこんな広いのにわざわざ隣に座って食べるの？もちろん、リップの隣は俺だけのものだからね。まあ嬉しいけどさ、わざわざ隣じゃなくてもいいって思うんだよね。それにずっとこっち見てない？食べてるリップも可愛いね。よしよし、いい子だね。ありがとう。まあでも私のことはいいから、ケイタくんも食べなよ。俺は食べるよりリップの顔をずっと見てたいんだよ。あ、そうだ、この瞬間、この1分1秒も逃さないように写真撮って残さないと。やめてよ、食べてる姿なんてさ、撮られたくないから。あ、怒った顔初めて撮れた。かわいいよ、リップ。もうやめて、本当にやめて、写真も消して。しっかり怒れるようになって、立派に一人でご飯もたくさん食べれるようにもなって、ちゃんとお肉も噛んで偉いね。肌って綺麗に生え揃ったよね。え、何言ってんの？これだよ、これ。はい、リップの子供の歯はまず上の左前歯が抜けたよね。そして右下前歯、右前歯の順番で抜けていったよね。なんでケイタくんがさ、このアルバム持ってるの？この前リップの部屋に入った時、小さい頃のアルバムがあって、リップの前歯が抜けた順番、今までの成長を全部知れたよ。ねえ、そういうのさ、マジで勝手にやめて。いくら彼氏とはいえ、人の部屋に入って勝手にアルバム見るなんて本当に最低だから。そもそもさ、部屋に入って何しようとしてたの？本当に怖いよ、そういうのやめた方がいい。俺って怖いの？リップを怖がらせてしまったってことだよね。はぁ、大好きな人に嫌な思いまでさせて、俺はもう生きてる価値がないかもしれない。いやいや、そこまで言ってないし。俺はもうゴミと同然、リップに捨てられるんだ。ああ、もうごめん、私も言い過ぎた。ケイタくんのことゴミとか思ってないよ。じゃあ俺のこと好き？好きだけど、まあただもう次からは人の部屋には絶対勝手に入らないでね。これで仲直りしよう。っていうかさ、なんで彼氏なのに彼女の部屋に入ったらいけない？もしかして何か見られてはいけないものを隠してるとか？リップ、お前俺に隠し事してんのか？ないって、あるわけないじゃん。どれだけさ、被害妄想激しいんだよ。おいおい、そもそも何か隠し事があったんだったら一緒に暮らしたりしないから。もうちょっと壊さないで、私にはケイタくんだけだからね、落ち着いて。あ、ごめんね、また怖い思いさせちゃったかな。俺はいっつもリップに優しくしてあげてたよね。毎日愛情を注いであげてるんだから、裏切ることはしないでね。よしよし、偉い偉い、さすが俺の彼女、そして将来のお嫁さんのリップだ。数時間後。やっぱりケイタくんってちょっと怖いところがあるんだよな。
皆さんも私の彼氏の異常さ見ましたか？もはやこれってヤンデレ彼氏じゃない？皆さん、ヤンデレとはヤムとデレを合わせた言葉。好きな人への愛情が強すぎるあまり精神が不安定になる人のことです。つまりヤンデレ彼氏はちょっと危険。てかーい、てかーい。部屋に入ったことを注意しただけであんなに怒ってきて、このまま一緒にいると嫌なことをされるかもしれません。え、なになに？え、ケイタ君から今めっちゃくちゃ大量に LINE が来てるんだけど、なんで一緒の家にいるのにわざわざ LINE なんて送ってくるんだよ。ていうか、同じ家にいるのにわざわざ LINE 送ってくるっておかしくない？もうめんどくさいから LINE も開かずにスルーしとこ。よし、テレビもつけて、むしむし。あ、 LINE が鳴りやんだ。え、わ、部屋まで入ってきちゃったよ。大丈夫？え、何が？いや、 LINE 返ってこないから心配できたんだけど。あ、ごめんごめん、テレビ見てたからね。まあ本当は LINE も気づいてたけど。テレビ見てた？ LINE 何度も送ってるから気づかないわけないよね。俺、LINE は1分以内に返してって言ってるよね。リップは俺のことよりテレビの方が大事なんだ。いや、そういうわけじゃないけどさ。っていうかさ、一体何をそんなに LINE してたの？リップ、何してるの？なんで俺と一緒にいないの？大丈夫？おーい、リップ、心配だな。何かあった？リップ、もしもーし。俺に秘密で何か部屋でしてるの？ねえ、無視？もしもーし。次帰ってこないと許さないよ。無視だね。もう分かった。うわっ、何これ。いや、何がおかしいの？いや、今頭の中俺でいっぱいになったよね。嬉しいなーと思ってね。リップは俺のことだけ考えたらいいんだよ。テレビ見て LINE 返せなくなるくらいならもうテレビも見なくていいよ。ちょっと、壊すなんか信じられない。リップがいけないんだよ。俺の LINE 無視するから。でもこれでもう俺の LINE にいつでも気づけるよね。1分以内に返すの約束守れないなら次は5秒以内に返すっていうルールにしようか。ケイタ君マジでヤバすぎる。このまま放っておいたら私何されるかマジでわかんない。ちょっとココちゃんに助けを求めよう。もしもし、ココちゃん、お出かけ行ってるところ悪いんだけど、ちょっと助けてくれない？彼氏のケイタ君が怖すぎて、このままだったら私何されるかわかんないんだよ。え、わかった。急いで帰るからあまり刺激しないように気をつけて。そういう人は本気で怒らせたら何するかわかんないから。ケイタ君とはきっと別れた方がいいと思う。でもそんなこと言ったら何されるかわかんないし、タイミングを見て言わなきゃ。もう考えすぎて頭痛い。え、ケイタ君？考えすぎてって俺のこと？うわ、なんでそんなとこにいるの？え、いつから？リップと一緒に寝たいなと思って待ってたんだよ。頭痛いって言ったよね。おいで、ほら、おいでよ。なんで逃げるの？よしよししながら一緒に寝てあげるよ。いや、今日はもう一人で寝かせて、一人の時間も欲しいの。だからお願い、今日は別々で寝よ。そっか、リップは俺のこと嫌いなんだね。部屋に入ることも許されない。分かったよ、なら俺はもう外で寝る。いやいや、外で寝なくていいから、自分の部屋で寝ればいいじゃんね。いや、一緒の家、一緒の空気を吸うことが、リップが嫌なら俺は外で寝るからいいよ。もうそういうことじゃないから。もう分かった分かった分かったよ、ここにいていいから、もう一緒に寝よ。リップはやっぱり優しいね。よし、
じゃあ寝よっか。おいでおいで。きつく言ったら言ったでありえないほど落ち込むし、もうどうしたらいいんだよ。次の日。うわ、ケイタくん。おはよう。5時間58分14秒寝てたね。昨日よりも6分5秒多く寝てたけど疲れてたのかな。リップの寝顔を見てたら幸せでさ、ずーっとずーっと見てたら朝になっちゃった。まあぐっすり寝れたならよかったよ。うん、まあ早く準備して起きておいで。今日のデートに遅れちゃうよ。俺張り切って朝ごはん作ったから、支度したら降りておいでね。きっとリップ大喜びする朝ごはんだよ。皆さん本当に怖くないですか？寝てる時間1秒単位まで覚えてるんですよ。ケイタくん、今日はケイタくんとのデートだけど別れる方法を考えなきゃいけない。さすがにここまでされたらもう好きでもなんでもないよ。あ、やっと降りてきた。おはようリップ。リップのために作った特別な朝ごはんを見て。え、ケイタくん、これ何？ん？ご飯は？リップの顔の朝ごはんだよ。嬉しいでしょ？俺頑張って作ったから褒めてほしいな。いや、さすがに自分の顔の料理は食べれないでしょう。絶対に無理。ん？今無理って言った？顔は今のこの状況怖すぎでしょ。ちょっと食欲ないっていうか、今はいらないっていうか。せっかく作ったのに。かわいすぎるリップちゃん。目のところなんてすっごくうまく表現できてるでしょ。いただきますリップちゃん。うわ、むしゃむしゃ食べてる。怖すぎるよこの彼氏。美味しいよリップちゃん。ほら食べなよ。いや本当に私はいいから、全部ケイタくんが食べたら私こんなの食べたくない。あ、食べたくないって言っちゃった。食べたくない？え、俺が頑張って作ったもの食べたくないんだ。俺が作ったものを一口も食べないのは許せないよリップちゃん。食べれないなら食べさせてあげる。おいしい？ねえ、おいしい？またたくさん作ってあげるからね。もうマジでケイタくん離れたい。このまま逃げ出す？いやいやいや、でも逃げてもきっとすぐ探されて、それこそ付きまとわれちゃうよ。何かいい方法、離れる方法ないかな。リップ、リップ、こっちこっち。ココちゃん、リップが困ってたから、あの男をやっつけるために落とし穴を掘ったよ。え、マジ？ナイスココちゃん。この後ろにあるから誘導してあの男を落としてやろう。うん、いて、ごめん。おいリップ、お前何してんだよ。俺とデート行くっつったろ。ケイタくん、もう私たち別れよ。別れる？はぁ、お前何言ってんだよ。言った、こんなひどい彼氏私もういらない。お前よくこの俺にそんなこと言えたな。待てー。よし、作戦成功。お前をどこまでも追いかけてやるからな。こー、あの男こーね。でもココちゃんのおかげで無事にやっつけることができました。無事でよかったよリップ。ありがとうココちゃん。リップの彼氏怖いなと思った子はグッドボタンお願いします。みんなは好きな子いる？コメントで教えてね。